はい、雨がですね。いやー本当にこう今年はこう土砂降りになる瞬間もあるんですけど、なんつうかこう梅雨らしい梅雨だなって感じがしますね。こうどさって来る時もありますが、普段今日のこの新宿もそうですけど、ある程度しんしんとしとしととだな降ってる感じがしますね。はい、土砂降りってわけじゃなくて、あの霧雨ってわけでもないけれども、ある程度降ってるって感じの今年は降り方をしてるなっていうイメージです。はい、とか言いつつ、アジサイがまだ咲いてるところは見かけないんですけどね。だからちなみにアジサイって本当雨苦手らしいですね。はい、まあそれはいいや。はい、ね、で今日の一本目というか、まあ皆さんもご覧になっている方もいらっしゃると思うんで何とも言いませんが、まあ日本はね上げないからね、金利をね上げないか上げれないか知らんけどね、でもさ、こうやっとこう多くの国でのそう修正局面というか調整局面が、終わりに近づいてきてるな感がだいぶ強くはなってきてるんですよね。ただ例えば、まあ、FRB ですね。はい。今回、先日据え置きました。ずっとちょこちょこ上げ続けてきてたのを、ようやっと据え置いた感じですね。はい。まあ、こいつも 5% ぐらいだったかな、今、金利。ね。で、FRB に関して言うと、雇用統計と、それから、物価か、まあ、まだまだ、雇用統計と、それから、コアコア側の物価ですね。コアコアの CPI。食料品とエネルギーはともかくとして、それ以外のところがまだまだ堅調というか、根強くインフレっていうので、インフレ方面に行ってるので、もう2回年内に上げるかっていう方に舵を切るかもっていう声明になりました。はい、今回の、FRB の話が出る前は、今年度内に利下げに転じるだろう、今年中だね、年内に利下げに転じるだろうっていう観測だったんですけど、一転しましたね。はい、まあ、それだけ、以前に配ってたアメリカの中のが金ジャブになってる状態で、なんだねっていうのが分かるところなんですよね。ただ、とはいえ、ご存知の通り、シグネチャーバンクはじめ、はい、シリコンバレーバンクはじめ、あの辺の問題がありますので、銀行、特に地方の中小銀行にとってみるとかなり辛くて、まあ、資本状態とか、資本比率、バランスシートを見直さなきゃいけないっていう状態にあることは間違いないんですよね。まあ、今後その辺を金利上げる方に倒した場合、どう支援していくかっていうのも FRB の問題になってくるのかもしれませんがね。はい、一方、ヨーロッパはまだまだ上げるつもり、上げるか、あと1、2回上げるって言ってましたかね。でも、とりあえずてっぺんは見えてきたっていうようなところに ECB の方はなってきてますと。はい。でです。最後、中国、下げました。おー、0.25% 下げました。あ、まあ、つっても、まだプライムレートの方には行ってないんですけど、それでもまあ、8ヶ月ぶりに下げたのかな？だから中国が一番早くインフレを脱却したわけでは実はなくて、実はないんです、これね。これがね、これがないんですよ。はい。中国は、景気減退がやばい局面に入ってきちゃって、あ、これダメだ、引き締めに倒せないってなっちゃって、下げたらしいですね。はい。まあ、だから、実際には今、中国の方が、欧州よりも、アメリカよりも、金利は、下がってる、低い状態にあるっていう感じですかね。はい。以前は逆でしたね。はい。ね。まあね。この状況下にあってさ、まあ、それだけこう、景気減速、インフレ圧力を抑えた結果として景気減速に行ったっていう見方もあるし、もともとの歪んだ中国の市場状態であるとか、不動産状態があったので、それがちょっと顕在化しちゃった瞬間に、あ、ダメだこりゃっていうところに行ったのかなって思ってます。はい。まあ、情報は明かせないですが、社内の、広報の中でも、中国はその、不動産の、バブリー状態を、こう、堅持しておかないと経済が一気にぶっ飛んじまうので、まあ、現状維持をし続けるだろうっていう観測が出てました。はい。あ、実際問題、ハードランディングするか、ソフトランディングするか、現状維持かで、現状維持にするしかねえってなってるらしいですね。まあ、要は、これって、緩和をする方に倒す。で、
結局さっきの金利を下げるにつながるわけなんですけど、で一方で先ほどコア指数、コアの CPI がまだまだ上がり続けている、雇用統計も堅調っていうアメリカはまだもうちょい上げる余地があるっていう状態になってしまったっていう、なかなかね影響出てこないですね。はい、まあただ遅れて出てくるのは当然で、だってこうボディーブローのように効いてくるものだから、すぐねアッパーカットのように一発では沈まないわけなのでね、なかなか次のさ、だ沈んじゃったらさ本当にダウンしちゃったらかなり息ハードランディングしちゃうんで、その辺はさ、うまく舵取りしなきゃいけないなってところですね。まあ日本がただ対岸の舵として見てられるのは上げれないからなんですけど、でも、ね、逆に今株高ってますが、決してこれも健全な株高じゃない我が国ですよ。はい、決してまあ企業の景気状況とか雇用統計とか賃金統計とか見てても決して堅調ではありません。株だけ高いだけですね。で一方で円安も相当進んでますから、資金流出は止めどなく続いてるとは違いないとは思ってますよね。はい、だからね、国内市場だけに、国内経済だけに限定できない状況にあるのはもちろん、でそれ各国はそれで、ただ国内のこうインフレを抑えなきゃっていうのがこう世界的なトレンドであって、でだからといってこう、でもこう自国が上げてれば OK な金利を上げてればすぐ収まるかっていうと、そういうことでもないっていう状況下にあるっていうね。うん、なんか各国の中央銀行な悩ましいと思うんですよ。で唯一足並み乱しまくってる枠なんですけど、まあね、でちなみに皆さん、日本が金利上げたらどうなると思います？はいね、まあ一番こう借金が重たいというか、おそらく国なんで、まあ、ただそれも国も他方で、こう、銀行が日本銀行を買ってるだけだから、バーターで結局政府の資金が循環するだけじゃんとうちにはなるかもしれないですけど、ただね、おそらくそこで、なんだろう、借りてる部分と言えばいいかな。小売市場から借りてるところが多分一番影響が出るので、で、預金で運用できなくなってきてるんですよね、地方銀行が。だから、上げる前には地方銀行を日本は一旦整理する必要があるのかな、っていうのが、私の見解です。はい。なんかこう、会社の広報でさ、所見を述べよっていうのをちゃんとやりなさいって言うね、指示が上がってたんです。はい。ほんとね、いや、私も人のこと言えないですけど、感想すら言わないですからね。あ、こうなんだって納得して一読する奴らの多いこと多いこと。まあ私がこう本部じゃなくて拠点にいるからなのかもしれませんけど、いやだから所見を述べろこらって内心思うんですけど、意見ないのかこらって言うとみんなこう沈黙下向いて何も言わないってね、なかなかどうしてね、何も言わんね、所見も所感もないのか こいつらはって思いながら言いますけどね。まあだからこうできるだけ何か言おうということを心がけておりますが、まあいいですね。はい、いずれにせよ皆さんこう資金運用はしてることでしょう。しないともう賃金上がらないんだから、上がり始めたって言ったって、たかが知れた割合でもう今ずっと上がってこなかったんだから、実質賃金マイナスの状態からちょっと上げたぐらいで来やしないんですから、我が国。はい。ね、ベアがって騒いでましたけど、ね、大企業だけの話で中小企業は来やしないんだから、なもんね。はい。だから将来的にどうなっていくかなと思いますが、ね。はい、新卒市場で上げなきゃ雇えないってなったら、当然中小企業も雇えなくなっちゃいますから、新卒取れないイコール企業の責任ないですからね。はい、まあいずれにせよ日本の雇用市場もそうだし、まあ、経済市場もそうだし、金融市場もそうだし、はい、まだまだこうガラパゴスな状態続いてますが、でも、どの企業も国内でくすぶっていられない状況にあるのも事実であります。なので皆さん、勤め先の企業がどこと資本提携して、どこと取引して、ぐらいは知っておいていただいた方がいいと思います。別に自分の資金をすぐ運用しろという話ではありませんが、まずは自分の給与がどういうふうに出来上がっているかを気にしてみるところから始めましょう。そうすると、いや、じゃあ会社の売上はどうやってできているのかってつながるし、じゃあ、その売上の比較して他の企業はっていう風になって初めて投資に話が持っていけると思いますので、はい。ね。別にまずは日本国内とはいえ、でも
まずはね、代表的な諸外国ぐらいには目を向けていくのが重要なんじゃないかなということで、ちょっと金利のね、山場具合がこう各国差が出始めてきたので、今までずっとどこの国も上げるだったのが徐々に差ができ始めてきたので、その辺を中心にご紹介した次第でございます。はい、日本銀行もいかに上げた方がいいと思うよ、本当に2年ちょっとぐらいはね、はい、と言いつつ、もう遅いけど3週4週遅いけど、はいね、もう上げときゃよかったと絶対思ってるだろうなと思う私でございました。さ、ありがとうございました。